第2ゲートへつながる村バースカイロード、車高エレベーター内部2段目乗降場反対側から、見た車高エレベーター。奥のループ橋の奥に乗降場がある。長崎市道あよい町を上田町2号線は、長崎県長崎市上田町、あよい町にある、長崎市道。日本で、初めて行動として整備された17人乗りの、車高エレベーターと11人乗りの垂直エレベーターで、ある。 愛称は、グラバースカイロード。ふもとのあよい町と、鍋冠山の山腹にある、上田町を結ぶエレベーターとして作られた行動である。もともと急な階段が続く場所であり、特に交通弱者とされる高齢者には、非常に不便であった。そこでこれら斜面地の住環境工場や、隣接するグラバー園、第2ゲート、小学校へ向かう道路のバリアフリー化を目的に、整備された。 先に車高エレベーターが2002年7月27日に、その後に垂直エレベーターが2003年5月31日に開通。総工費3億2000万円。市道なので、長崎市道路公園部の道路維持課が管理している。長崎市民に限らず、誰でも無料で利用でき、最高部の上田町からは、斜面地に住宅が連なる長崎らしい光景を眺めることができる。 なお、階段部は車高エレベーターに沿って、現在も存続しており、麓のエレベーターのリバ左側奥に、階段の入り口がある。車高エレベーター部分の高低差50メートル、全長160メートルを時速約5キロで移動する。車高、垂直エレベーターともに、三菱電機製。車高エレベーターは5段階、垂直エレベーターは3段階あり、途中で降りることも可能である。 車高エレベーターの出入り口は、斜面下側から見て、左側に設けられており、2階3階には、エレベーターの南東側と北西側を結ぶ円形の歩道橋が設けられている。長崎電気軌動石橋電停から、車高エレベーターを経て、グラバー園、第2ゲート下の垂直エレベーターを利用すれば、従来の最寄り駅大浦天主道電停下車後の、急坂を歩くことなく、 園内にたどり着くことができる。上田町が垂直エレベーター頂上部より見た、長崎市内。ありがとうございます。